三色スミレまたは三色スミレは、一年生もしくは短命な多年生の野草。演芸種であるパンジーの原種の一つで、それゆえ数多くある英名の一つにはイルドパンジーの別名があり、その名で呼ばれることもある。演芸種が今日のように洗練され広く植栽される以前は、パンジーという語は当種を指した。ヨーロッパに広く分布する。 北米にも移入されて広まり、ジョニー・ジャンプ・アップ・ジョニー・ジャンプ・アップの名で親しまれているが、木花を咲かせる禁煙種もこの名で呼ばれることがある。日本には移入されておらず、野外一出もしていないが、かつて園芸種のパンジーの和名にこの名が用いられたので、年配者はパンジーをこの名で呼ぶことがある。なお現在では、パンジーと本種は別種に扱われている。性の茎を有し、 家計は1 5センチメートルほど、草丈は高くても1 5センチメートル程度である。ただ下の植物に寄りかかることで1メートルぐらいの竹にまで伸びることがある。自生地は農場や荒地など刈り込まれた草原であり、酸性もしくは中性土壌の半日陰の場所を好む。開花期は4月から9月までと長く、花色は紫、青、黄、白など様々である。 両性花であり、自家受粉もする。タバナ受粉の場合はミツバチが花粉を媒介する。三変種に分類することもある。三色スミレは、スミレ属植物に多く見られる、スクロチド含有植物の一つである。これらの小さなペプチドは、そのサイズ及び構造に由来する高い安定性から、新薬開発に極めて有用であるとわかっている。 本種から発見された数多くのシクロチドは細胞毒性を有し、その特性を活かし抗がん剤に使えるのではないかと考えられている。植物本体からの抽出物は抗菌性を示し、また誘導急性炎症のオスラットに抗炎症作用を示した。植物本体、中でも花には抗酸化物質が豊富に含まれており、食用にもできる。さらに、 植物本体からは、アピゲニン、クリソエリオール、イソラムネチン、ケンフェロール、ルテオリン、ケルセチンおよび、ルチンといったアグリコンが見つかっている。採取したばかりのビオラデクリナータビオラデクラナタと、三色スミレには、おおよそで以下の、核成分が含まれている。数ある英名の一つであるハートシーズの名にちなみ、長らく失恋の悲しみを癒す。 特効薬であると言われ続けた歴史を有する。他にも、転換、喘息皮膚病、失神に効くとされた。失恋に効くかどうかはともかく、気管支援、喘息および、官房の症状のような呼吸器系疾病の民間療法において、薬に用いられた歴史はあり、また、巨炭特性も有することから、気管支援や百日咳などの排出病の治療に、 使用されている。利尿効果も見られ、リウマチや、膀胱炎の治療への臨床適用が期待されている。実用用途としては、かつて花脇、緑、青緑の化学染料を製造するのに使用された。一方で、葉は、三塩基始薬の製造に使用される。園芸種のパンジーが、市場に出回る以前、またの名をパンジーとされた本種は、 しばしばその花言葉と関連付けられた。ゆえに、ウィリアム・シェイクスピアのハムレットに登場するオフィーリアが、口にするセリフゼアーズ・パンジーズ、ザッツ・フォー・ソーツのパンジーについて、シェイクスピアの念頭には、演芸種ではなく本種があった。シェイクスピアは、儀曲夏の世の夢の作中にて、さらに重要な役割を、三色スミレに担わせている。妖精のオーベロンは、乙女らが、 ラブ・イニアイドルネス、いたずらなる恋と呼ぶ、正方に咲く、小さな花を、手下の妖精パックに集めるために使わす。西の玉座に君臨する美しき処女を狙い、キューピッドの弓から放たれた矢は、オベロンの計略により逸らされ、それまでは、乳白色だったが、矢から受けた恋の傷で今では深紫に、変わってしまった花を持つ植物に落とされた。 定験に見入られし夫人は恋を知らぬまま、決して恋に陥ることのない運命を定められる。一方で恋患いの花の絞り汁は今やオベロンの糸のまま、眠りについたもののまぶたに塗られたら目覚めて初めて見た。それが男であれ女であれ、激しく溺愛する美薬と化す。この魔力を備えたオベロンとパックは、シェイクスピア劇には月のの派手さと、 滑稽さの演出を引き立たせ、劇中に登場する様々な人物の運命を動かす。ありがとうございます。